ドジャース優勝パレード1日、ロサンゼルス市内、ドジャースの優勝パレードが行われた。選手たちはドジャースタジアムから家族と共に2階建てバス5台に分かれて乗車。大谷翔平選手の妻、マ美子さんや愛犬、デコピンが乗り込んだ様子も球場のビジョンに映し出された。動画、大谷に連れられ湯に着用、スタンバイ万全のデコピン寄り添うマ美子さんが美しい。 大谷とマミコさんはバスの後部座席に寄り添って乗車。デコピンは背番号17のドジャースユニを着用していた。同じバスには山本義信投手、スミス、エドマン、テイラーらが同乗。ロサンゼルス市内の約16キロの距離を45分かけてパレードした。パレードコースに入ると、沿道のファンからは大歓声が沸き起こった。 ロハスらはバスの上で葉巻を吸ってビールを飲む様子も。T、ヘルナンデスは自らのスマホで沿道の様子を撮影していた。選手たちは自身のインスタグラムでライブ映像を公開。ファンの大歓声は爆音となって選手たちの耳に届いていた。先頭車両で K、ヘルナンデスらが上半身裸になってファンを煽るなど、異常な盛り上がりとなった。 大谷はバスの上で行われたインタビューで、創刊。こんなに人がいると思っていなかったので、圧倒されている、と語った。ドジャースファンについて、1年目からこうやって応援してもらって感謝しています。最高の結果を出すことができましたし、素晴らしい1年でした、とコメントし、インタビュアーから、聞けみたいに脱がないのか。という問いには、ノー、へへへ、ネバー。 といいたたずらっっぽく笑っていた前回20年の優勝時はコロナ禍によりパレードを自粛。ファンにとっては前々回の88年以来36年ぶりのイベントとあって日の出前の午前6時過ぎの時点で沿道には多くのファンが集まった。上空には地元中継局のヘリが旋回し沿道に陣取ったファンたちは球団のロゴが入った応援旗を掲げ「レッツゴー!ドジャース」。 お大合唱まだ薄暗いロサンゼルスのダウンタウンが大きな盛り上がりを見せ